こんにちは、貝柱です。過去すごい過去閉じチャンネルです。マップマップマイカップヌードルファクトリーを食べようということをやります。カップヌードルのオリジナルカップヌードルって知ってますか？これこの前ね、大阪のトークライブやった時にお客さんからもらったやつなんですけど、すげえな。こういうことですよ。賞味期限、製造年月日3月29日。なるほど。3つもらったんですけど、わかる？カップヌードルを自分で作れるの。これ見て、表紙っていうかさ、ほら、これパッケージの色、こういうこともできる。ほら見て、僕のアイコンこうやって書いてくれてたりする。これすげえ。3つともこれめっちゃ面白いじゃん。なにこれ。あ、貝柱による貝柱のためのカップヌードルって書いてる。いや、僕には寄ってないけどな。僕が作ったわけじゃないから、僕によるは違うけど、あなたが作ったんだから、貝柱のための私によるカップヌードルですね、これはね。お客さんね、あなたが作ってくれた、あなたの。でもありがとう、これすげえ。で、多分3つとも味が違うのかな、ひょっとしたら。ねえ、これ味違うのかな。どうしよう。どれからっていうかね、そんな3つも食えないから、どれか1個選んで動画的には食おうと思うんですけど、そんな3つもね食ったらお腹パンパンになっちゃうからね。どれがいいと思われますか？どれが入ってるとかはないよね、このマイカップヌードルファクトリーっていう。ちょっと調べよう。あるんだよね、多分工場が。カップヌードル工場みたいな、お客さんも入れる。これだ、横浜じゃん。意外と関東だ。で、そこで自分が好きな具とかを入れられるんだよね。ほら、普通カップヌードルって謎肉とかさ、エビとか入ってるじゃん。ああいうの自分で決められるの。あ、大阪にもあるわ。あ、結構あるんだね。点在してるってことかな、いろんな場所に。へえ、これ面白いな。ちょっと、これ何味だこう、おーっと困る。困ったな味、何味だと思う、これは。この作った人の気持ちを考えて、僕がその今日食いたい味をうまいことチョイスする必要があるよな。でも、どう？ 3 つともパッと見さ、そのニュートラルなカップヌードルのやつに見えるよね。シーフードヌードルとか、カレーヌードルとか、ああいうのじゃないよね。このロゴっていうか、ほら、この赤い感じ。ね。その辺は多分、統一してんだよね、多分。だと思うんだよな。だから多分同じスープだと思うんだよ。普通のカップヌードルの。で、具が多分違うくしてくれてんのか、どうなんだろう。その辺もね、よく分かってないんだけど、具をそれぞれ3つ変えてくれてんのかしら。何これ、逆転の発想。正面からだけでなく、上下を逆さまにしたり、いろいろな角度から物事を見てみよう。そこから新しい発明、発見のヒントが見つかるかもしれないって。なんかこの原材料名の下のところに、なんか自己啓発のなんか言葉みたいな、我天型を得たりみたいな言葉が書いてるよ。これもそれぞれ違うのかな。あ、一緒だ。あ、一緒だ。なんで？その、種類ごとに、じゃあ逆転の発想でいろいろ逆さまにしてみたりする？いいの？逆さまにしちゃったり。どうしよう。じゃあ、わかった。色味が好きだからこれにします。この青いカップヌードルって書いてくれてるやつ。これ色味好きだから、今日はこれを食べます。はい。すごいよね。こうやって自分でカップヌードル作れるってさ、やっぱ、日清は、あ、お湯が沸きました。日清はこうやってお客さんも参加させることもするから、すげえなあ。多分これカレーだわ。ほら、わかる、わかる、わかる。これほら、多分この謎肉とか、もう大量のコーン、すげえ。で、匂いがね、なんかカレーヌードルっぽい匂いするわ。だからカレーだと思われます。はい。そういやーって、もうこっからお湯はもう、こっからお湯はもうやっちゃいます。なるほどでございますよね。あ、カレーだな。だからこのさ、パッケージは普通のカップヌードルっぽいけど、うん、まあ色があれだけどね。だけどやっぱスープ変えられるんだね。あちゃーかつこぼした。あちゃーあちゃー、ちゃ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 。で、コーン僕好きだから、僕がコーン好きって知っててコーン入れてくれてんのかな、これ。たまたまかな。うわっつー。
だからパッケージとスープは別々なんだね。スープも中身変えられるんだ。あっちー。まあ3分経つ前に、僕片面派なんで3分経つ前に食べますが、具はねパッと見コーンと謎肉の2種類かな。で謎肉がめちゃくちゃなんか多く入ってる気がするから、これ多分だけどカップヌードルファクトリー3種類入れられるんじゃないかな、自分が選んだやつを。で多分コーン1で謎肉を2入れたってことだと思う。多分僕行ったことないから分かんないけど、なんか3種類選べそうな気がしない気がする話をしてるんだけど、不確定な適当な話をしてます。いただきます。じゃあまあ匂いはめっちゃカレーヌードルなんで、まあカレーヌードルだと思いますけど、はい、いただきます。カレーヌードルですね。で謎肉がめっちゃ入ってるから麺が重みですすれないあ、謎肉だ。あーいいね。で普通の多分カレーヌードルにはコーン入ってないはずだから、やっぱそういう普段入れない具を入れられるっていうのがこのマイカップヌードルファクトリーの楽しみなんだろうね。なるほど。ごめん、夢中で食うな。なんかカレーヌードルって自分であんま食うことないからさ、買うことないから、久しぶりに食ったけどカレーヌードルうまいわ。普段自分で買うときはもうトムヤムクンヌードルがあったらトムヤムクンヌードル買うし、まああとはそのシーフードとかその辺選んじゃうからカレーヌードルなんか食わないんだけど、うまいね。やっぱちょっと米かけたくなる。米と一緒に食いたいな。うまい。ということでこれあと2つ、まあいいや、この動画じゃああと2つをちょっと日に分けて食べて、僕一気には食えないからさ、そんな大食いでもないから、日に分けて食べてそれを動画で一つにガッチャンコして出そうかな。あ、そういうことでちょっとまた後ほどこれは食わせてもらいます。残りは、はい。なんかさ、あのさ、今風呂入ってたん、入ろうとして、よっしゃもらった入浴剤使おうと思う、こうやって入ってたのラッシュのやつで、これはちょっと動画撮らないとと思って至急出てきてカメラ回して、半裸で申し訳ないんですが、すごいね、ほらわかる、これ入浴剤ですよねってぐらい、いやでも入浴剤だよ。うん、これ何かって見てて、おい、やばくないで、この中にもさ、このビーズみたいなのがいっぱい入ってんの、これやばくない。せっかくだから入れてんの見せたろ、ほら、うわ、やば、やば、うわ崩れた、崩れて中身が、あ、てか待って、これシール剥がさないと、ちゃんとシールはね、ちょっとすっげーな、うわちょっと、うわ待てよ、どっかに蓋のパーツの部分もどっかにあるはず、あったあったあった、あ、溶けてる、ほぼ、これすごいな、くぅ、強烈ですな。おはようございます。じゃあ今日はこっちに、これにしようかな、カップヌードルファクトリー。あー、この大きく後ろに Y の色というかねが書かれて黄色くしてくれてるやつ、ちょっと寝起きなんでぼーっとしてますが、今回の具は極端だな、極端ぞカニカマだ、これカニカマだよね、カニカマのみかなの、多分ってことはシーフードヌードルだと思うおー、カニカマのみだよ。え、これでも多分シーフードヌードルですよね。でもね、ちょっとわかんない、そのスープがちょっとパッと見じゃわかんない。この前のはカレーヌードルさ、パッと見ただけで分かったじゃん。だけどこれはパッと見じゃ分かんないから、食ってからのお楽しみだわ。 I won't let you down, oh I won't let you down, I won't let you down, oh da 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 の I won't let you down っていう歌の MV さ、やばいよ、衝撃。結構昔の全然MV だけど、やばいの、前編長回しなんだけど、だからワンカットでずっとなのよ。でめちゃくちゃすごいの動きが。あ、これシーフードヌードルじゃないかもしれない、
これが多分普通というか、なんかスープが多分あの普通の色のスープしてるからすごいな、見て澄んでいるというか、やば、これはちょっとうまそうですよ。やっぱね、このおクラシックタイプっていうかスタンダードタイプか、カップヌードルもうまいからね。いただきます。じゃあ私片面派ですからね、かけた直後に、おいよー、スタンダードな、あのまさにカップヌードル、うめえ。カニカマまみれだからね、これ普通ないからね、カニカマ、スタンダードなやつに。カニカマ、このスタンダードタイプはやっぱ食うと思い出すのは、僕が中学高校とかの時、部活で、僕谷ヶ島って離島だったんで、部活で県大会みたいな時は本土に渡らなきゃいけなかったの。本土っていう表現が毎回合ってるのかどうかわかんないんだけど、つまり離島から鹿児島市内にね、渡らなきゃいけなかったのよ。船なり飛行機なりで。で、船の時は、安く済ませるために学校が半日ぐらいかかるフェリーってやつ、おっせー船に乗って、あの時はね、出島だったっけな。今はね、名前確かプリンセス若さかなんかに変わってんだよな、あのフェリー。まあ、とにかく、もうほぼ半日船の中にいなきゃいけないみたいな時間があって、その時カップヌードル食ってんだよ。これがうまいんだよね。潮風にこう、さらされながら、あの、甲板に出て。マジでうまい。ただ、台風の日とかがちょうど被った日とか、海がすっごい、もう、雨風の時はもう、酔いながら。うん。船酔いしながら、まあ、その時は食わないけど、さすがにこれ。もうとにかく船酔いしながら、揺られてたのを思い出すわ。あん中で食うね、カップヌードル、マジで2割増し。2割増しどころじゃない気がしてるわ。1.5 倍だな。5割増し。なんかそういうさ、旅行の移動中のの、ところで、そういううまい、その相乗効果あるのあるよね。僕もう一個あって、ポッキーじゃない、プリッツか。飛行機に乗ってる最中に事前に買っといたプリッツ食うの好き。あれもめっちゃうまいんだよね、プリッツ。できればね、あの細いプリッツがいいんだけど、僕が子供の時はあの細いの売ってなかったから、まだ発売してなかったから、普通サイズのプリッツ買って、うめえマジで。まあとにかくね、フェリー、その半日ぐらいずっと船に乗っとかなきゃいけないっていうタイプのフェリーね、あれがね、ほんと時間はかかるけど、これがなかなかいいもんでね。おっせえけどさ、見ながら、景色を、そう堪能できるわけ。なんかね、ひょっとしたら幻覚だった可能性があるんだけど、イルカが横をこう飛んできてくれたことがあった気がするよ。幻覚かもだけどね、なんかもう、すっげえ美化してる可能性があるんですけど、その思い出を。だけど飛んでたような気するけど、あ、イルカいるよ、イルカいるよって。来て来て来てって、えって。そしたらイルカの群れがほら、ああいうなんかよく映像で見るようなシャン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 って飛んで、あ、イルカとトビウオかな。トビウオは絶対見たことある。トビウオは飛ぶのよ、確かに。やっぱりシャーサーっつって、トビウオ面白いよね、面白いよねって。そんなでさ、まあカップヌードルの話全然しなくてごめんなんだけど、今するけど、このスープがスタンダードのスープね、なんだけど、やっぱいつものやつって、スタンダードなやつに入ってるのは謎肉、エビ、あとはちょっと卵かな、あの丸いやつじゃん。カニカマだけだから謎肉が入ってないから、不思議といつもよりさっぱりしてる気がする。なんかすっきり、うん、脂が、まあ、気がするぐらいだけど、やっぱ違うもんだね。二つ目のカップヌードルなんで、まあ後日このラスト一個、ラスト1はじゃあシーフードかなと思いながら、予想しながら、はい、次へどうぞ。こんにちは、小吉らでーす。カップヌードル最終章、さあ三つ目です。マイカップヌードルファクトリーね、お客さんにもらった三つ作ってもらって、貝柱お前これ食ってみろやと、食えるもんならなと挑戦されたやつ最後です。これ読みとしては、シーフードヌードルの予感がしていますけれども、なんでしょうねってことですね。はい。さようでございますか。あ、そういえばあの、
この前、ついこの前情報解禁されたばかりなので一応告知しておきますが、また CM に出させてもらっております。ありがとうございます。毎度今回は LINE ポケットマネーというですね、 LINE さんのなんかやつの CM なんですけど、キリンの川島さんでね、面白お兄さんと、あとロン・モンローさんという方と一緒に出させてもらってます。僕は川島さんがなんかピーターパンみたいな格好しててですね、なんか便利だよみたいな、その商品を紹介するんです。いいだよって。で、僕とロン・モンローさんがカップルの設定で、あー大変だみたいな、悩んでるところに川島さんが来るみたいな感じのやつで出させてもらっております。はい、ウェブ CM なのでね、何か YouTube とか見るときにでもね流れてくるかと思うので、その時はぜひスキップせずにね最後まで見ていただけると嬉しゅうございます。オープン、バーン。これは今まで見たことのないタイプが出てきたぞ。見せない。見せてあげて。動画を撮ってる意味、見てこれ。これね、これチーズだよね、多分。いや、多分チーズですよ。チーズとガーリックかな、この辺のやつは。で、何味だろう、これ。カレーかな、カレー。でも、この組み合わせでいけば、多分カレーだと思うんだけど、あれ、でも、なんだ、このチーズの匂いに翻弄されて、本質が見えない。本質が見えない。あと、めっちゃ極端だね。極端な具だな、この 3回とも。なんか、カニばっかりとか、最初は謎肉いっぱいとか、これチーズみたいな。で、これチーズとガーリックだけど、すごいね。極端なものがお好きなね、極端作りのプロフェッショナルがプレゼントしてくれました。お湯が沸けました。胸の中にいるもの、いつか見えなくなるもの、それがそばにいること。あいよ、カレーだよね。カレーで合ってるよね、多分。カレー味にさ、チーズいっぱいかけちゃいましたみたいなやつあるじゃないですか。あれみたいなことかな。うわ、チーズが溶けてめちゃくちゃいい感じになってきてる。すげえ。で、ガーリックはさ、ガーリックなんて今までさ、カップヌードルに入ってたの食ったことないから、これはちょっと新味挑戦かもしれない。あと、逃げ恥は歌しか知らないです。恋ダンスだっけ。でんてんてんてれんてれんて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 れんてれんて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 ん。星野源さん、新垣結衣さん、ご結婚おめでとうございます。なんで今っていう。今葛藤があった、自分の中でこう回しながら。今これ言ったらどうかな。今このタイミングで結婚おめでとうみたいな話したらどうなっちゃうのかな。葛藤があったけど、言っちゃえって言って言っちゃったけど、まあいいよね、いつ言ったってね、別にそんな。っていうかね、これね、で、今、ま、ちょっと混ぜて気づきましたけど、これ多分カレーじゃないわ。カレーじゃなくて、普通のオーソドックスなタイプのスープだと思う。カレーじゃない、溶けがいいっていうか、うん。うわ、これやば、オーソドックスなスープにチーズ？どうなっちゃうの？食ってみるわ。食ってみるわ。食うぜ。いただきます。うん。これは、やっぱ強いね、チーズが。全然味変わるわ。なんかもうオーソドックスな、スープが消え去ってるっていうか、もうこれで新味になっちゃってる。あとガーリックも強いし。うん、2つの背徳セットだから、ガーリックとチーズの。これ3個食べた中で言うと、初日が確かカレー味だったよね。で、2つ目が同じくそのスタンダードだったんだけど、カニまみれで、3つ目でしょ。その前半2つはカレー味したし、2つ目はオーソドックスな、いつものカップヌードルの味するなって。これはもうなんか違う、なんか新味になってるわ。むせた。待って、これあれ、なんかすごくカレーの感じもする。え、不思議。カレー味にもなるし、まあオーソドックスなものを感じようと思えば、うん、まあオーソドックスな。え、これカレー味かな、ひょっとして。いや、
カレー味だったらもっとはっきりカレーの味するはずですもんね。でもなんかすげえカレーの感じする。でもオーソドックスな感じもする。あれでもなんか騙し、あのシルエットのさ、なんか人形が真ん中でくるくる回っててさ、それが影だけ見えてて、これ右回り左回りどっちでしょうみたいなやつで、最初あこれ右回りやなって思って見てて、ある日こうパッてまばたきしたら、あれ左回りになってねっていう、あのみたいなやつの感じする。どういう感じ？いやでもそうだよ、なんか食うたびに、食べるたびにあれどっちだっけってなるから、そうなんか安定しないのよ。あれこれカレーの感じって、このガーリックの風味がカレーっぽく錯覚させてんのかな。面白い、ちょっとセンスありありじゃん、作った人ありがとうね、プレゼントね作ってきてくれたあなた、センスあるよ。社員、日清の日清の回し物回し物とか言うねあと回し物だったら嬉しいだろ別に日清の社員がトークライブ来てくれてるの嬉しいだろ普通にだとしたら回し物来いよじゃあ。いやまあうまいよだから。変なの、まあそういう感じの不思議な名の食べ物のお話でした。みんなもぜひマイカップヌードル作ってみてくれよな。大阪、横浜などなどにあるはずだから、わかんない、この2つなのかなどなどが含まれているのかはぜひ公式サイトチェックということで、ありがとうございました。